これまでにも増してこの総合地人文社会系からの、政策発信、まあ、ルール国際的なルール作りへの貢献というものが日本大学に求められているところでございまして、東北大学に来月1日新設されるのは国際法政策センターです。植木俊也副学長がセンター長を務め、新たな国際ルールの研究や提言、シンポジウムの開催などに力を入れていきます。今日は国際刑事裁判所の元裁判官尾崎邦子さんが招かれ、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻について、解決に向けた国際世論の形成に貢献してほしいと語りました。こういったセンターもできるということで、国際世論の形成には非常に大きな役割を果たせると思いますし、例えば今度原発が攻撃されたというのもありますよね。そういったその原子力安全の問題とか、いろいろな今回の活動を踏まえたルール作りが、できてくると思うんですね。また国際司法裁判所の裁判官を27年務めた小田茂名誉教授の記念室も報道公開されました。